CZ75。CZ75 は、1968年に開発が計画され、1975年に製造された、チェコスロバキア製の自動式拳銃。名称の CZ は、チェスカーズブロヨフカ国営会社、チェコ兵器商国営会社、チェコ語、チェスカザブロージョブカ、NPZ、1992年ミニエーカにちなむ。主任設計者は、 フランチー・シェック・コッキー。第二次世界大戦後、共産党が政権を握ったチェコスロバキア共和国、第三共和国、後1960年から、チェコスロバキア社会主義共和国は、国内の武器生産能力を維持し、また、外貨獲得の手段とするため、タイプライターやディーゼルエンジンなどの工業製品を製造し、その傍ら民間向けの自営用重機も製造した。 チェコスロバキア製銃器は、設計技術と製造品質の高さが評価され、輸出売上高は、急速に拡大し、外貨獲得の有料な供給源に成長した。1968年、輸出市場向けに 9mm パラベラム弾薬を用いる拳銃を開発することが企画され、フランティシェック・コーツキーは、新型ピストルの開発を指揮するために、 ハースキー・ブロッド社と契約を交わした。当初、彼はコンパクトで単列、シングルカラム断層を持つピストルを考えていたが、1972年にチェコの産業貿易省は、軍や警察の需要を見越して、複列、ダブルカラム断層を装着することを設計要件に加えた。デザインチームはいくつかの試作品でテストを行い、1975年に、 CZ75 ピストルが完成した。ブローニング型小トリコイル作動方式にダブルアクション、採用したメカニズムとなっており、手動安全装置、マニュアルセーフティは、コックロック方式、弾倉は複列探求弾、ダブルカラムシングルフィード方式となっている。フレームには鋼材を採用し、フレームがスライドを包み込む結合する方式となっている。 フレームとスライドの結合はと同じ方式である。長所は、スライドとフレームとの組み合わせ型を少なくでき、命中精度を高めることができる。短所は、噛み合わせ部分に異物が侵入した場合に除去されにくく、回転不良を招きやすいこと、スライドの差し掛け部が狭く操作ミスを起こしやすいことである。CZ75 は、米国市場に紹介されると、 工作精度の高い構成フレームとそれに伴う高い耐久性、手動安全装置、マニュアルセーフティがコックロック方式という M1911 と同一の操作性などがラクティカルシューティング層に支持され世界最高のコンバットセミオートピストルと評価された。製造国のチェコスロバキアはワルシャワ条約機構の一部であったため、米国では高額の輸入関税が課されており、 正規輸入する場合、納税済みの書類手続きを完了させるには、約900ドルの費用がかかった。当時の他のハンドガンの価格は、S&WM19 は約200ドル、コルトゴールドカップは約370ドル、コルトパイソンが400ドルであった。そのため、1980年代前半の間は、米国内に流通する CZ75 はドイツ、 またはカナダなどを経由し、個人レベルで持ち込んだり、間接的に輸入されたものに限られていた。設計者であるフランチーシェック・コッキーが取得していた4つの特許 CZ75 の DA トリガー機構の部品構成に関するものは、チェコスロバキア軍が CZ75 の採用を検討していたことから、機密扱いになってを国内特許であったため、イタリア、スイス、スペイン、 トルコ、イスラエルなど不利な完全制限のない国でコピー製品が製造され、米国に輸出されていた。イタリアでは CZ75 をもとにが製造された。1980年代中盤になるとカナダのバウスカ社が代理店となり CZ75 が米国市場に流通するようになった。この輸入モデルは製造コストを抑えるために、 従来のブルーイングではなくエナメル塗装仕上げが施されていた。1989年以降になると、チェコの共産主義政権は崩壊し、それに伴い、米国の輸入関税は課されなくなったため、米国内でも CZ75 の価格は他の製品と競争をできるまでに降下した。後に、米国内に CZUSA 社が設立され、改良が加えられた。 CZ75 バイトをはじめとして、様々なバリエーション製品が製造販売されている。チェコスロバキアは当時共産圏であったために、コストパフォーマンスを第一に考える必要がなく、強度のある最高級のスチール削り出し加工で部品を薄くすることができた。これに人間工学的な設計を加えることで、グリップ形状に特徴を持たせ、握りやすさを向上させている。 チェコスロバキアは政治的に東側の一員だったが、西側諸国にも多数が輸出され、品質の割に値段が安い優秀な自動拳銃として評判を高めていた。現在でも前期型は高価で取引されている。当時コンバットシューティングを提唱していたジェフ・クーパー。ジェフ・クーパーが CZ75 を高く評価し、これが 45ACP であったなら、 世界最高のコンバットオートであると述べ、後にこの提案を元にしたブレンテン 10mm オートの開発に協力した。当時の米国では評価は高いが、共産権制で手に入らないという点から、実力からは想像もつかない課題評価がされていた。前期型の成功により受注が増えた CZ75 は生産性を上げるためにいくつかの変更を行った。 便宜上セカンドモデルとも呼ばれる。カナダ輸入モデルはエナメル塗装仕上げになっており、輸入代理店の中からバウスカモデルとも呼ばれる。製造過程を削り出しからインベストメント鋳造、精密鋳造へ変更し、これによる強度の低下のため、スライドとフレームの形状を若干変更している。また、グリップパネルは人間工学的に優れたデザインに変更。他にも、 前期型にはなかったハンマーのハーフコックポジションが追加された。これに伴い重量もやや増加し、デザインも多少変化している。また、これ以降に登場したモデルは後期型のデザインをもとにしたものとなっている。東欧民主化後、チェコスロバキアからチェコ共和国へと製造国の政治形態は変化したが、CZ で生産は続けられ、 世界市場に向けて様々なバリエーションが作られている。以下は現在ラインナップされている主なモデル。現在の公式サイトでは、モデル名は CZ ではなく CZ と大文字で表記されているため、ここではそれに準ずる。いずれのモデルも特に記載がなければ、基本的には 9mm ルガーを使用する。他にもコンペンセーターを装着したモデルなど、 競技用を中心に多彩なラインナップが存在している。CZ75 シリーズは安価なことから本国チェコを中心に中央ヨーロッパや東ヨーロッパ諸国などの法式行機関で採用されている。アジアにおいては中国や北朝鮮などで明らかな CZ75 のコピー品が使用されている。時代背景や土地柄もありアメリカや 西ヨーロッパ県の執行機関での採用実績は安価さを武器にしても今一つではあるが近年は SP-01 や P-07 などのセールスに力を入れているようだ。変わったところでは NHK のドキュメンタリーで匿名を条件に取材に応じたイギリスの民間軍事会社がバリエーションの一つ CZ-75D を実弾訓練の際に 利用しているところが確認されている。実践において使用しているかどうかは定かではない。CZ 本社以外からもクローン製品やその競技用バージョンなどが発売されている。イタリアのは CZ75 クローンとして有名である。TA90 は CZ75 に先駆けて1980年代初頭には米国市場に輸入されていた。TA90 は デコッキングセフティをスライドに装備するなど、CZ75 より、携帯時安全性に気を配ったデザインだった。タンホリオは、ただのクローンにとどまらず、CZ 社よりも早い段階で、ポリマーフレームモデルのシリーズを投入するなど、積極的な商品展開をしている。CZ 製よりも安価な上に 10mm オートモデルや高温バレルを搭載したモデルなどの意欲作が存在する。 さらには、世界的な射撃競技であるにおいて、タンフォリオチームのがオープンディビジョンで5度の優勝。1999,2002,2005,2008,2011年と2014年に、プロダクションディビジョンで優勝を飾るなど性能面で優秀なこともあり、日本ではマイナーながらも、海外での人気は比較的いい。イスラエルのイミジェリコ941は、 上記のイタリアタンフォーリオ社から技術提供を受け開発されたもので間接的ではあるが CZ-75 の決闘と言える。アメリカにおいても CZ-75 は爆発的な人気を得たため至高のコンバットハンドガンを目指した 10mm オート拳銃ブレンテンの参考にされている。同じくアメリカのスプリングフィールドアーモリーは1989年に P-9 の名称で CZ75 のコピーの販売を開始したが、1992年に同社が倒産し、販売は終了した。同社は1994年に再建したが、再生産されることはなかった。この PQ の部品はタンフォリオで製造されたものである。アメリカを代表する重機メーカーであるコルト社のコルト Z40 は CZ75 のクローンとして異色の存在である。 コルト社は CZ 社と正式な契約を結びコルトンのブランドで Z40 を販売したが、Z40 を製造していたのは CZ 社であり厳密にはクローンとは言い難い。Z40 はコルト社を代表する製品であるコルトガバメントを意識したデザインのアレンジがなされ、コルトの商品であることを R していたが、コルトのユーザーにも CZ のユーザーにも受けず、 コルト社は1999年末から2000年初頭までのわずかの間で販売をやめてしまい、残った在庫は CZ 社が CZ40 バイトとして販売したが、短期間で販売は打ち切られた。1000兆程度しか販売されず、珍住とされているが、後の CZ2075 ラミのベースとなっている。スイスのソロサーンは AT84S の名称でコピーを販売したが、 これはタンフォリオから部品の供給を得ている。しかしながらタンフォリオより高品質だったという。同じくスイスのは基本のメカはコピーしつつも大きなアレンジを施しオリジナルである CZ75 に勝るとも劣らない品質という評判もある。中国、北朝鮮でも生産されているが中国の輪庫製のものは外観の仕上げが劣るとされている。 北朝鮮では、朝鮮半島の代表的な山である白桃山から名前を取った白桃山拳銃として生産されており、金正日装飾器から可視される贈呈用拳銃として銀色メッキや装飾が施されたものもある。銃としての性能に関しては、チェコ製のものに劣るとされている。アーミリット社は CZ75 のコピーである。 AR-24 ピストルを販売している。これらのコピー製品の中には、スライドストップが折れる故障を起こすものがあることが一、時期問題となった。それらの製品がオリジナルである、CZ75 の 9mm パラベーラムより、プレッシャーの高い q x 1 m、mm、m 弾薬や、41AE 弾薬を採用していたことも、原因の一つではあるが、そもそもコピーブランドは、 自社での製品の研究や開発の能力が乏しいからこそのコピーでもあり、品質に関してオリジナルに劣るのも当然の部分もある。特に材料の選定や熱処理などの強度に関わる技術はコピーが難しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。